レスと妖仙の会話に端を発した神と仙人との力比べ。神々の軍を率いるゼウスは未だ実力を推し量れぬ仙人との勝負に期待を膨らませていた。神界対仙界の一大決戦が今幕を開ける。うん、敵の陣容もなかなかのものであるな。やはりこの勝負面白くなりそうだ。仙界の者たち相手の模擬戦、父上、この戦いは本当に必要なのでしょうか。味方同士で争うなど。甘いな、アテナよ。己の糧にならぬ戦いなど存在せぬ。仙界の者たちの戦い方を学ぶ良い機会であろう。父上、しっかりとしたお考えがあってこのような模擬戦を開催されたのですね。それにうまくすれば仙界の美女たちの気を引けるやもしれんからな。父上。おいゼウス、何を無駄口を叩いている。出撃の準備は整っているぞ。さっさと号令を下せ。せっかちなことだ。本当に戦のことしか考えておらぬようだな。まあよい、神々の王ゼウスに従う聖兵たちよ、戦界の者たちに神の意向を見せつけるのだ。戦界の者たちの実力がどれほどか、神々の王たるわしが確かめてやる。断っておくが、手加減してやる気は毛頭ない。神の誇りを潰されたくなければ全力で来るのだな。一応俺が撃つぞ。任せるがよい。やってきたようですね。では大筒をお見舞いしましょう。俺の神の力、これでは進軍できん。仙人どもは刃を交える勇気もないか。これまで多くの困難を乗り越えてきた。それに比べればなんてことはない。嘘だ、俺が受け取った。俺が負けるなんて。人の身でここまでやると、一体どれほどの力を秘めているのか。お前は お前の相手は私だ。我が豪遊、とくと味わえ。信用にしろ。注意されたくなければな。ゼウスの息子が来たぞ。あなたよ、気の済むまで相手をしてやる。さて、僕と戦ってもらうよ。宿兵だ。この手で俺を止められると思ったか。受けてみよう。悔しいな。神々の力認めざるを得ない。やるな、ゼウス。見事な戦運びと言わざるを得ん。我らも戦界の名を汚さぬよう奮起せねばなるまい。わしと共に来ないか。はい。感謝しろ。私では勝負にならん。さすがは父上、見習わせていただきます。好きにやれると思うなよ。
こて引けは取らぬ。触れてやるわけにはいかん。みんな疲れたでしょ。今癒してあげるからね。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。お前の相手は私だ。お主の位置か。この復帰が図ってやるまい。なんて勇ましき敵か。三日月よ、これぞ神の力。倒してくれる。お見事です。父上ならばもっと。この水地様がゼウスを倒せ。これにより、それが絶対人だ。仙人たちに負けては神の威厳が保てぬぞ。みんな奮起せよ。お前ごときが絶対死んだ。どこまでも愚か。うるせえ。お前こそ俺様の強さも知らねえくせに。おお、お前がわしに力を貸すとはわしの意向にひれ伏したくなったのだな。ざるごと。私は私の倒したい敵を倒す。それだけ。残念ながら言葉でです。私が引いては大筒も使えませんが。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。なんだか疲れちゃった。バイバイ。今度はもっと楽しいことしましょう。可愛い少女になりさらされ。神様、どうかどうか俺と遊んでくださいってことに。ルキッキー、命これにより。死んだと無駄な手間をかけさせるな。神様の軍って強いんだね。戦隊のみんな、あとは自分の力で頑張って。いい技持ってるじゃねえか。第三、第三と。あんたはすげえ。ここに来ないか。はい、どうよ。感謝。仙人が遅れを取るなど断じてあってはならない。我らの英知を結集し神々に打ち勝つのだ。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。ぼんやりしていると許さんぞ。さっさと手を貸せ。ごと噛み砕いてくれよ。
任せるがよい。A8 これにあり。なんと勇ましき敵か。随分と張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。絶対死に率いる軍、その力量は認めよう。全知全能たる私が相手をするに足る存在だとな。さあ、残すは太鼓軍。A8 神々の力を示すため、皆進め。太鼓軍、正直に言ったらどうだ。私の助けが必要だと。貴公の助けが欲しいと思ったことなどただの一度もないが、出たければ好きにするがいい。 A8 これにあり。戦界の住人たち、良き戦いであった。大いに楽しむことができたぞ。我ら仙人にとってもまたとない研鑽の場となった。いずれ再戦を、そして次こそ我らが勝利を飾ろう。悪くない勝負だった。次こそは我らの圧倒的勝利で終わりたいものだがな。早速再戦の申し入れか。何度でも受けて立ってやろう。父上、今後もこのような模擬戦を行うのでしたら、もっと良い方法があります。ほう、ペルセウス、申してみよう。この異界には神や仙人だけでなく、人間、そして妖魔たちも集っています。彼らも交えて技を競えば、得るものは大きいかと。おお、さすがは我が息子よ。確かにお前の言う通りだ。早速人間と妖魔たちを呼び出して。ゼウスよ、今はこの異界の騒動を解決するのが先決だ。世界が滅びてはいくら修練を積んでも意味がない。うん、そうであったな。ではこの件は後の楽しみにとっておくとするか。うん、順調のようだな。わしがいるのだから当然か。